マノッチです。栄冠やっていきましょう。オンライン大会の結果見たいというコメントいただいてまして、ちょっとねトーナメント表見たらね、まあまあモザイクかけなきゃいけなくてめんどくさいのよ。だからちょっと開かないね。戦績、はい、予選大会ベスト16が最高でございます。いやどうしたの、トーナメント表見たらねあれが映っちゃうのよ、なんだ ID、 それをモザイクかけるのめんどくさすぎて。太ってそうな学校だね背脂高校、いいね。これできないんだよ、何もできないわ。はい、まああまり成績結果は残せてないですね。おはようございます。はい、コメント読んでいきます。概要欄のコメント見るに、マノッチはデートの待ち合わせで少し遅れる、服選び時間かかったというタイプも嫌いそう、昨日の夜のうちに服選んどけやとか言ってそう。俺なんて書いたっけ概要欄、わかんないけども、まずね待ち合わせ遅れる人はダメ、ろくな人間いないと思ってる。まあ何らかの理由があればまあしゃあないんだけど、こうなんだろう、服選ぶとかさ、そういうものどうにでもなるじゃん。そこをせずに遅れるやつとかも絶対ダメ、寝坊とかね、もう絶対ダメだね。給付金詐欺についてどう思いますか。ちなみに今ニュースに出てる女性が前の職場で部下だったので、しっかりと罪を償ってほしいです。なんかすごいね、前の職場の部下なんて他人ではあるけどさ近いじゃんねえ、なんかどんな感情になるんだろう。まあ給付金詐欺か、まあなんだろうね、やっぱシステムがガバガバすぎるよね。ちょっとそこはねしっかりしてほしいなと思うね。栄冠やってて、この前相手高校に落合さん出てきました。能力やばかったです。見てみたいね。以前天才選手が来たら魔のと名付けてあげてとおっしゃってましたが、来ました、天才が来ました。ちなみに魔のの漢字は時間の間に野原ののです。今日栄冠してたら夏の甲子園でナイターゲームがあり、すごくエモかったです。エモいって聞くけど意味が分かってなくてさ、俺調べたの、おじさんだから分かってなかったから調べたの。エモーショナルから来てるみたいですね。なんかこう感情が動いた時とか動かされたものに対してエモいっていう風に使うらしいです。なんで今日ね、まあ、理想を言えばサムネエモい選手をちょっと採用したいなと思ってます。お褒めは使っといたんで、まあ一軍だね、一軍は基本的にノリノリです。まあちょっと1年生は完全に無視していくよね。でできれば今日戸川、虎や、この2人行きたいね。まあ調子にもよるけど多分虎やが先発かな。はい、今日が夏ですね。1回戦前評判に頑張りましょう。じゃあ一番でっかい数字、あ座禅だな、集中していこう。はい、小賀でしょ。はい、トラヤ、さあ白崎がね、なんかなんとか打ってほしいね、両打ちになって何か変わってればいいんですけどね。これでいきます。頑張りましょう。まあこの試合の、まあ、結果次第というか、向こうマネージャーちょっと髪ピンクがかかってない、おしゃれだね。お願いします。まあこの試合の尺、あとは次の相手次第ではまとめて取りましょうか。
まあ彼いいね。負けることはないでしょ。まあ言ってもね、トラヤもね、なんかいいばっかりできついなっていうだけで悪くはないですよ。いいですよ。はい、じゃあ頑張りましょう。第9ブレイボー。さあエモい子は現れるのかな。ガンガン手とけ。おい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 、白崎じゃないホームラン。いいね、両打ちが生きたと思いたい。センター返し。行きました。打球はセカンドの左、一塁送球。あっと送球それた。どうも。アウト。これでワンアウト。トライはよくやってるよ。これ盗塁下手っぴな白崎だけどいけんでねえか。盗塁行ってみようか。二塁送球はどうだ。これはよし、盗塁成功です。ナダウチ、いいよ。いいバッティングを見せました。盗塁2回行きたかったな。キーボーイの本領を発揮することができるか。はい、外のボール球だった。小池取った。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。いやー今は点欲しかったね。伝令何でいける。なるほど、ちょっとまだ5回裏だけどエモい候補だし。坪木ここで伝令を送りました。エモい。いいよエモいよ、すごくエモいよ。なんか変えようか、緩急とか決めようか。もうなんか打たれそうだな。ストライクに変えるか。はい、二塁キャンパス踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。いいよ犬塚。青田が当たってないですね。転がせきてんだよな。熱血いらないかな。頑張れ。二塁タッチはセーフ。一旦当たりだ。ボールバライナーで転がせ。二塁ランナータッチアップ。坪木なおチャンス。今さらだけど猫ったスタメンでもよかったな。ちょっと隠した相手じゃないとスタメンきついと思ってるから猫ったは。ナダウチ中継。坪木さらに1点追加。6対0。さあ復活の白崎、いいよ、復活してる感がすごいよ。究極の思考が解き放たれることになるか。タッチもいいんじゃないか。どうしようかな、センター返し行こうかな。一発ぶちかまさないかな。追い込まれたら転がせんかようか。追い込まれた。いいね、全然転がってないけどいいよ。ツーベースヒット。坪木直、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。引っ張り、小川一発みたい。インコース引っ張った。三塁線抜けた。白崎三塁回った。坪木この回5点目。いやあれだな、2年生組出してくか、猿渡りとか行くか。そのままパースいけるもんな。ライダーはさあ、ラ
ッキーボーイの本領を発揮してほしい。うまいことホームラン入んねえか。初球打ち、あっと抜けた。うまい。あとは猫田も出したいな。ナイスバッティングです。さあチャンスを。あ、犬塚お疲れさん。ツーアウトラン。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。しました。初球打ち、三遊間の打球、なんとかトラヤまで回んないかな。バット取れない。猫田いいバッティングを見せました。ちょっとここ黒はなんか自力でなんとかって。黄色い陣を背中に受けてやる気もみなぎります。初球を打ちました。小池掴んだ。打て。アウト。スリーアウトチェンジ。6回の。そのままでいいんじゃない？変えますか。はい、これ。抑えれるよ。低め。はい。ダイソー瀬戸口ちゃん。つぼきダイソーを送ります。瀬戸口エモい。一塁に入りました。お任せ。来ました。抜けた。そうじゃないんだよね。ホームランが見たかったんだよね。ナイスバッティングです。青田が寂しい。どうにかするよ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。内角ボールが回った。ボールはファーストへ。藤田圭介セーフじゃね。ワンアウト。坪木なおもチャンスが続いています。代打。バッターは代打亀澤。さあここは勝負するか。いまだに、ね、ヒット一本も打ったことないのよ彼は。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。はい。どうだ。あっと弾いた。松崎今拾った。運動前藤原取ってアウト。一発見てえなブルンって引っ張った打球のホームランを見たいんで俺は。来ました。三塁ランナーホームへ。三塁線フェアだ。なんとなんかあれですね、白崎の元に戻ってきた感じがしてよかったね。坪木2点入りました。今日は小賀もいい感じ。いや小賀でもいいよ。ちょっと一本打ってくんね。どうしても見たいね俺。引っ張ったホームランを。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。一塁へ送る。あっと送球それた。サードのエラーが記録されます。次誰だ。坪木さらに1点追加。12対0。坪木なおもチャンスが続きます。さあ次。初球打った。ライト落下点。出る気しねえなホームランな。7回の。大丈夫、ピンチ招かなかった。無敵だ君は。はい、戸川降板。ここでマウンドに上がったのは足立。エモいよ。安定としてマウンドに上がります。7回の。すごくエモい。坪木今日に助言ある。あるあるある。坪木。いけるな。よし。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。はい。これはピッチの真正面。エモい。拾い直した。いいね。いい。すごくエモい。気に入ってるよ。エモいっていう言葉気に入ってるよ今俺は。いいね。猿渡り一塁踏んでアウト。これで2アウト。ランナーあり。バッターは1年生藤田。今日は初球から打ってった。入るか入るか。フェンス直撃。藤田無失点でいこう。まずいピンチになった。藤田ツーベースヒット。ピンチヒッターは足
足立交番。はい、打ちました。左へどんどん切れていきます。打ちました。はい、当たり損ない一塁送球。はい、よし、OK。試合終了。コールド勝ち。坪木、まずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。よっしゃ。前評判 D マネなら行こうか。 C まで行くとちょっと怖いな。小川とトラヤか、はい、プロ止まろう。いいね。せーの、ドン。毎票、あ、これはもう明日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 、もうちゃんと大事にいこう。北斗、うん、違う、ごめんなさい、登別か、登別電工。前評判 B もここで引いちゃうか、早いな。そういえばうち一回も天才来なかったね。じゃあ終わりますか。なんかアイテム、変化球一つ覚えます。マジいらないね。まあここら辺も使ってっていい気がすんだよな。いやー、ただなんかちょっとね、あれなんで、あの甲子園まで待ちたいってなんでね、そこまでなんか手に入るかもしんないじゃん、アイテムに関しては。うん、いいや。じゃあ終わりますか。はい、明日頑張りましょう。うん、では終わり、さよなら。勝負か。